元に噂のパフォーマーについて書かれたツイッターを見てみると、新しすぎる、怖い、ノリノリだったけどよく分かんなかった、すごい鋼の心などの書き込みが寄せられている。一体どんなパフォーマーなのだろうか。早速その人物を探して訪れたのは三条大橋の東詰め。何やら人だかりができている。すると、あれ、この方でしょうかね。不思議な光景ですね。これは不思議や。完全に引いてらっしゃいますけれども、音は全く流れてませんね。必死にキーボードを演奏する男性、カタカタと虚しく奏でられる鍵盤、明らかに音は鳴っていない。一体これは、弾いてらっしゃるんですけど、ここにこんなものを見つけました。ここにヘッドホン置いてますね。どうやらこのヘッドホンから音が聞こえているようだ。何これ。ディレクターもつけてみると、おお、聞こえますね。結構うまいですね、これ。意外にも素敵なメロディーが流れてくる。分からへん、嘘つけ。ちょっとすいません、いいですか、ちょっと。はい。これ一体何をやってらっしゃるんですか。これは無音ストリートをやってます。ムーンストリート、はい、聞きたい方だけがあのワイヤレスヘッドホンで、聞いていただくという仕組みです。この方こそ今京都で話題の無音ストリートミュージシャン、年森明さん54歳。かつてはプロのジャズピアニストとして活躍、現在は英語教室を運営する傍ら、京都の街に繰り出してはこの無音ストリートに興じているという。まあ今環境時代じゃないですか。ですからゴミはなるだけ出さない、排気ガスはなるだけ出さない、タバコの煙は出さない、だから音も出さない。としもりさん曰く、迷惑のかからないストリートライブを目指したところ、聞きたい人だけが楽しめるこのスタイルに落ち着いたという。あいや、かっこいいですね。結構こうヘッドホン外して見てると、こんな感じですか。はい、ヘッドホン外すと怪しいですね。怪しいですね。つけてみると、つけてみるとファンキーな感じで。結構ある意味いろんな意味でファンキーですね。いろんな意味で、はい。見てるだけでもファンキーですもん。面白いですね。ヘッドホンつければあのその方だけとのそのショータイムになります。としもりさんが次に訪れたのは地下鉄東西線の京都市役所前駅。ここで進化した無音ストリートライブを見せてくれるという。今日はここでどういうことが行われる。ダンサーの方との、コラボレーション。ダンサー、はい、と言いますと、よく乗られる このこちらの方ですか。はい、ダンサーさん、はい、何が起こるかわからない。こちらは即興ダンスを得意とするダンサーの藤原さん。なんと今回ダンサーとのコラボレーションを行うという。果たして。わかりづらいな。演奏に合わせて踊るダンサー、なんと年森さんも演奏しながら回り出した。すごい。ヘッドホンをつけずに旗から見れば何が行われているのか全くわからない。この場所を管理する京都市交通局の塩見さん。そうですね、ヘッドホンで聞かせてもらうとすごくポップといいますか、すごいいい音楽なんですけど、聞かなかったら何されてるんだろうなということで、ちょっとあの地下鉄の中の摩訶不思議の一つになってまして、何なんですかっていうふうなことをよく聞かれますね。ああ、そうですか。ちょっとつけてみて。
でも乗せるすごい3人のコラボレーション無音のビートによる連鎖反応が始まったとしもりさんの演奏に合わせて踊り弾ける2人やっぱり違いますかヘッドホンつけると違いますね自然とこう乗り入れますね無音ストリートは新たな境地に到達しているすごい世界がぜひ皆さんこのヘッドホンを手に取って一回聴いていただきたいなと思いますあのとしもりワールドにぜひ引きずり込まれていただきたいというふうに思いますこの無音ストリートは京都の文化にマッチしているととしもりさんは考えている京都っていうのはある種こう奥ゆかしさ奥に秘めるっていう何かそういう文化があるんじゃないかとですからこの無音ストリートもある種こう奥に秘めてますそれで人々がこれなんだろうなとこう人々の方からこう分け入って入ってこないとわからないあるいは想像しないといけないそういう こうところが京都文化とマッチするんじゃないかと京都からこれを発して全国に発信したいと思います新たなアート表現無音ストリートとしもりさんの奏でる無音のメロディーは今日も京都の街に響き渡るびっくりしたねびっくりするね、いやでもね私思ったのは、ストリートミュージシャンって普通にやったら、もう聞かなしゃあないやん、まあなせやけども、意思を持って聞くってすごいよねいやまあな、まあ、俺最初ねこの VTR 流れてきた時に、エアーキーボードかなんかの人かなと思ったんや最初、はい、この人は全く弾いてないやろと思ったんや、すごいね本気で弾いてましたね本気で弾いたんねんね、しかもなんかねもともとプロやったっていうぐらいですから本当に上手な、まあそうやないや俺は今回の VTR で一番俺は名シーンはこのダンサーの藤原さんも良かったけども、まあ、交通局の塩見さんのジャムセッションそうやね3人のあれをセッションって言いましたセッションって言ってもう最後塩見さん哀愁あったやんあったあったわあれがセッションやわいやすごいですね無音ストリートなんか心綺麗やろ心見たことないけど綺麗やでいや見たことないでしょ見たことないけどピュアやねでも俺らの心って真っ黒やろなそうやな